タイトルだけ教えて書いてください。陽キャに憧れるドスケビンキャ。なんなんこのタイトル。坂道系のアイドルさんとかすごい大好き、うん、でも絶対関わっちゃいけないじゃん。芸能女優のお仕事はどうですかっていう彼氏複雑やろな。いやもうやばい、ダメダメ。今、何泣きやそれ。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、みんな愛してるよ。さあ、今回のラブトークでございますが、君惚れレーベルのセクシー女優さん新人お三名の方でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。君惚れから6月にデビューさせていただきました、新井里真と申します。20歳です。君惚れから7月からデビューしました、本田ノエルと申します。21歳です。8月デビューの生田真知です。20歳です。よろしくお願いします。お願いいたします。あのすごく変な感じと言いますか、まあいつもだいたい1対1の状況でスタッフもいない状況で本当に2人で撮ってたりするから、拍手があるというのが本当になんか違和感がある。結構大人が来てますから期待の新人さんなんでしょうけれども、これどういった流れでここに来ることになったの？この前出ていただいてるみなもさんとか、うん、あのちゃんやたさんとか、そういった SOD の方とやり取りしていく中で、もうぜひ新人のいい子たちがいますと。我々のチャンネルはもうそちら側とズブズブでやっていってるのね。もうちなみにじゃあちょっとせっかくですから、そのデビュー作品のタイトルだけ教えて書いてくださいよ。覚えてます？嘘やろ、覚えてないの？覚えてない、何でも覚えてないです。長いんですよね、結構タイトルみんな長くて、いやでも大体でいいんだった。大体。いやいやいや、だって自分の思い出の作品じゃないですか。だから俺らで言う初舞台みたいなことでしょ。一回書いてみよう、タイトル。あの、おのおの、自分が覚えてるやつ。はい、はい、じゃあまず新井さんから。顔も体も最高だな、うん、チャイギャル AV デビュー。うにゅうにゅうはちょっと言えない。わかんない。わかんない。なんかあった気がするんですよ。お顔も体も最高だな、こんなこと付き合えたら最高だな、意外と真面目でちょいM な最高にたまらんちょいギャル AV デビュー、新井里真。だいぶ抜けてるやん。長すぎます、長すぎて。確かにちょっと長いな、うん、では本田さん。はい、陽キャに憧れるドスケビンキャ。なんなんこのタイトル。さあ正解は、どこかアンニュイで惹かれる、あの子は毎日オナニーしても足りないオナニスト、陽キャに憧れるドスケベインキャ AV デビュー。やっぱ長いんやね、タイトルは。じゃあ生田さん、はい、タイトルは、はい、ムラムラ鉄鋼がある AV デビュー。普段は鉄鋼所に勤務する素朴な女の子なのに、セックスになると激変、号泣&絶叫行き、こんな AV デビュー見たことない生田マッチ。あれ全然ちゃうやん。そう全然ちゃうやん。え、鉄鋼ガールっていうのは鉄鋼所が好きなの？今、鉄鋼所で働いていて、ああ、おじさんとかの中で混じって一人でこう女子で働いてるみたいな感じなんですけど。え、実際に鉄鋼所で今も働いてるってこと？あ、そうです、今も。え、そのじゃあ鉄鋼所の一緒に働いてる男性のおじさま方は知ってるの？はい、あ、知らないです。内緒で。セクシー女優と鉄工所の二足のわらじ。そうですね、今はそういう。とんでもない二刀流だね。まあだから三人とも各々どういうプライベートをしてるのか、過去どういう生い立ちがあったのかも知らないってことですよね。いや、そういうのを踏まえてじゃあお三人さんにいろいろ聞いていきたいと思います。一番上、はい、はい、あ、まあここがやっぱり聞きたいよね、仕事をするきっかけ。新井さんからちょっとこの仕事をするきっかけ教えていただいていいですか？はい、
まず学生時代に友達と見たの。見ました。どういう流れで見たの？その学生時代、高校生の時、教室とかですごい男子が見てたんですよ。見てやみたいな、でこう見せせられてとかもあったんですよ。ゾッとするセクハラやん友達すごい嫌がってたんですけど、やっぱり、うん、なんかどういう風にこの作品を撮ってるんだろうって興味はあったんです。やってたんですけど、はあ、カフェの店員さん、はい、うん、毎日同じことの繰り返しだから刺激が欲しいなと思って思い出して、だいぶ刺激もらいに行ったで、実際どうでした？最初の初絡みはめっちゃ楽しかったですすごい、やっぱりこう時代なんかな。じゃあ続いて本田さん、はい、きっかけ、イビスマスカップが高学年ぐらいに番組を見てて、もともと AV の方たちっていうの知らなくて、で普通のアイドルグループやと思ったんでしょ。そうです。でちょっとお姉ちゃんと一緒にコンサート行こうよ、うん、あ、エビスマスカッツのライブやってたもんね。一回なんか結構ちっちゃいライブ会場で、うん、なんかそのチケット番号を2人かな、うん、2人なんか読み上げるんで、抽選で読み上げたら、うんうん、ライブのステージ上で一緒に歌いますっていう。おー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 、私それに当たったんです。すごいやんそう、うん、それで上がって、ほんと蒼井沙羅さんとか、あの吉沢紀子さんとか、うん、横アリナさんとか、ほんともう間近で一緒に歌えて、ほんでまあじゃあステージ上で一緒にエビスマスカッツと歌って、はい、まあスポットライト歓声も浴びて、なんだこの世界はと。そうです。普通のアイドルに行こうはならへんかった。なんかエロで面白いアイドルっていいなみたいな。へぇ体張ってみたいな。今は、まあ、違う張り方やけど体張るって。じゃあ抵抗はなかったん？そうですね、なんか家でも裸族なんで、なんかいやまたちゃうやろ家で裸族と撮影で裸はまたちゃうやん。だからハマるアイドルがひょっとして例えば AKB やったらそっちの方に行ってたやろうし、うん、ってことか、はい、たまたまいろんなアイドルグループがいる中でエビスマスカッツを好きになって憧れを持ってってことや。そう思うと意外やな。なるほどね。じゃあ生田さんは、そう、ただいまひろちゃんのツイートを見て、どういうこと？ツイート見てなんでよっしゃセクシー女優になろうと思ったのことがまあずっと好きで、その当時の彼氏と作品を見たんですね。2人で？そうですね、うん、で作品を見て、その時にこんな可愛い子が AV 女優なのかって思って、うん、である時に Twitter に AV 女優のお仕事どうですかっていうツイートをしてたんです。ダダイさんがあの募集してますよみたいな感じでツイートしてたんや。そうです、うん、行くしかないと思いますごめんなさい、コミって話ね、はい、彼氏と田内さんの作品を見て田内さんにハマりましたよね、はい、その彼氏は、あ、そこからちょっとしばらくして別れちゃったんですけど、別れてからじゃあもうセクシー用の方に。そうです彼氏複雑やろな見せるんじゃなかったと思ってるもんね太田の本で事務所に入って田大さんとは、あ、会いました。どうやったん初めて会った時は。あのなんかドッキリみたいなのをしてもらったんですね、うん、YouTube の企画でちょっとそういうのを撮ってたみたいで、うん、でちょっとそんな感じで、まあ、何を照れてんの思い出しします今何に対して照れてんの。いや思い出します。もう頭の中で田内さんのこと考えたらもう、そうですね、うわうわ止まらへんの。あの私気づいた時に、うん、いや崩れ落ちて嬉しくて、まあそれはずっと好きな人とか人生変えてくれた人やもんね。いやもう、ああやばい、涙目情緒不安定やなあ。いやいや、おかしい。どこに泣くポイントがあんのよ。もう、やばい、ひろちゃん大好きなんです。いや、好きなのは分かるで、分かるけ
人はもう泣くぐらい会いたい人、別にそのセクシー女優に限らず。坂道系のアイドルさんたちすごい大好き、うん、でも絶対関わっちゃいけないじゃないそうやな、そこはちょっと混ぜるな、危険やな。じゃあ続いて上から何番目、じゃあ本田さん3番目1、2、3。あ、仕事で大変なことありますか。サミナさん書きましたね。じゃあ生田さんから。はい、初めは緊張して震えそれはやっぱりこの初めての作品でどうしようどうしようっていうので。そうですね、もう全部の水分がカピカピになってしまって、こうどうやってこのカメラの前ですればいいのかみたいな。まあそうよね俺全然分からへんねんけど、水田さんで言うと8月にデビューでしょ。そうですね。でももう2作目3作目とかはもう撮ってるってことよね。そうですね。どれぐらいのスパンで撮るの。あ、スパンは、1ヶ月に1回で、うん、こうずっと撮っていくんですけど。あ、なるほどね。そうですね。じゃあ一月ごとに自分のテクニックも含めちょっとずつ向上されていくんだはい。じゃあ今はもうだいぶ緊張することもなく。そうですね。なるほどね、はい。さあ本田さんは大変なこと、はい、終わりが分かんないので10年ぶりなんでやねん台本があるって言うやん。ありますけどやっぱ伸びるんですよ。それはもう相手の男性のパフォーマンスとのやっぱ兼ね合いでとか、たちまちでちょっと時間長くなっちゃうとか、うん、あとセッティングとかしたらだいたい2時間半時間前日はやっぱ1ヶ月に1回しかないんで、うん、あれどうだったっけ前回の撮影どうだったっけ、やっぱ眠れなくなったりして、うん、他は大変なことないですね。だいたい気持ちいいって。だいたい気持ちいいだいたい気持ちいいって、なんかあ眠くなってきたみたいな。これだから俺分からへんねんけどさ、現場はどれぐらい撮ってんの。8時から朝の。そうです、うん、で早くて8時、でも大体8時に終わることないんで10時、12時超えたりとか。朝8時撮影現場入り、はい、で一応アウトが夜8時。一応あの交番表的には8時だけど、うん、全然伸びて日を越すこともあるし、うん、12時に終わることもあるし。めちゃくちゃ大変やん。さあじゃあ新井さんは。はい、外での撮影とスタイルキープ、やっぱりちょっと体を引き締めたいって思っても、うん、最初に私は特に胸に来ちゃうので落ちるのが、うん、そうなるとやっぱり見栄えもっと良くなくなっちゃうなとか思うと、うん、うまく調整できない、まだ慣れない。いやもう難しいよね。難しいですその辺は。外は、外はその君惚れって、うん、みんなそうなんですけど、うん、自撮りで外を歩くことが多くて、うん、デビュー作の時に渋谷に行ったんですよ、うん、中高生が多い街だから、うん、ヤジが結構どんなヤジ飛んできたん。何やってんのみたいな、なんかこうカメラに入ってきたりとか、イエーイみたいな。まあ、だから今ドラマパートじゃないけど自撮りでこう自分の日常を撮ってる時に中高生が入ってくるの。入ってきたりとか、うん、YouTuber っぽくやってとか言われるんです。うん、私 YouTuber じゃないから分からんと思ってそうやな、やってるでもまあそれがでも君惚れの売りなんでしょ。そうです、そうです。リアルな感じ、そこは大事にしたかったのと、うん、デビュー作を撮っていただいた監督さんがすごく映像にこだわってる方で、うん、もうずーっとこうやってどういうことですか今のでは何にも伝わってこなかったです本編だと、うん、もう数秒使われてるかどうかみたいな。あーなるほどね。5分10分かけちゃう。だから本当にいい顔が出てくるまでずっと長回しや。もう歩くだけでもずっともう10分くらい回してもらってっていうことが多くて。しんどいよねそれな。やっぱデビュー作の時だけはちょっとしなかったなっていうのは、うん、まあでもそれって
撮影シーンはしんどいやろうけど、上がり作品見た時にあこうなるんだで、やっぱすごいなってなるもんね、うん、ちょっとこれ苦手分野やなっていうの、気持ちよすぎて、あの 目を開けれないというか何なんでしょう、通帳に増えていくのが好き、いるよね、ずっと通帳眺めれる人、それ見てお酒スカートで下着履いてない状態であなたが聞いたんですか I know you're gonna dig this. 最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。